赤ずきんちゃん。なーに？西新宿襲撃事件って知ってる？知らない。アウトロー界最強と言われた男性がね、金属バットを持った男数人にリンチされた恐ろしい事件なんだよ。強い。お前みたいな雑魚がうちの葛城さんに勝てるわけねえだろ。葛城さんはな、関心連合とも関わりのある最強の男だぞ。おい、あんまり人のこと自慢みたいに言うんじゃねえ。ダサいだろ。すいません。で、明日のスケジュールは？はい、明日は韓国からの食品メーカーが新しく流通を頼みたいそうで、それの面談です。そうか、じゃあ一度事務所に戻るぞ。はい。俺の名前は葛城啓太、32歳。韓国の食品を流通する食品メーカーの社長をやっている。他にも女性専用のサウナを経営したり、今は人生に成功して最高な日々を送っている。昔はかなりやんちゃもしたし、多くの人にも迷惑をかけた。今も裏社会の人たちとの面識もあるが、関心連合の面倒見役というだけでどこかに所属しているわけではない。葛城くん、今日も鍛えてるね。ああ、どうも。今日は仕事休みですか？そうなんだよ。やっとドラマの撮影が終わってね、ちょっと体を作りに来ようと思って。売れっ子俳優は大変ですね。そんなことないよ。葛城くんも仕事順調そうじゃん。それにしても相変わらずすごい体だね。いやいや、まだ全然ですよ。またまた、男でも惚れ惚れするような筋肉だよ。じゃあまた。おう、またお店で。でも俺は仕事から芸能界の人とも交流がある。会社の社長にもなれば、飲みに行く場所が芸能人も集まるようなところも多いし、何かと知り合えることも多いのだ。もしもし、お久しぶりです、松本さん。ああ、今日の夜、関心連合の門数人で飲むんだが、久しぶりに話さないか？田村兄弟の件についても話したいからな。わかりました。場所はいつものところでいいですか？ああ、19時に来てくれ。田村兄弟というのは、反関心連合グループのリーダー格だ。以前俺にちょっとした因縁を吹っかけてきたんだが、俺は仕事で忙しく挑発に乗らなかった。しかしそれが関心連合側に知られたことで、相手を調子づかせたとして、俺はしばらくの間、干されるような形になっていた。今は半グレ集団も増えて、それぞれの縄張り争いも熾烈な分、舐められないために必死だ。いいか？今俺ら以外にも、半グレ集団がどんどん増えて手がつけられなくなってる。だから舐められるわけにはいかないんだ。お前ももっと自覚しろ。すいません。ただ、こちらも会社があるので、時と場合があります。仕方ない。今回は多めに見てやる。次からはしっかりしろ。はい。おい、そろそろ支払いしてこい。わかりました。てめえら関心連合だろ。あん？だったら文句あんのか？おい、どうした？ああ、これはこれは。関心連合の皆さんじゃないですか。お揃いで。お前らここで何してる？別に、ただここで食事してただけですよ。おお、この前はビビって逃げてた葛城じゃねえか。今日も怖くて逃げ出すか？おい、なんとか言ってみろよ。逃げたんじゃねえ、逃がしたんだよ。お前らお望みなら今日は逃がさねえぞ。ああ、ちっこいつイカれてやがる。行くぞ。おい、お前は来ねえのか？お前はいつか殺してやる。覚えてろ。やれるもんならやってみな。俺は反関心連合の一人をワンパンで KO したことで株を取り戻した。もともと喧嘩では負けたこともなかったし、何も怖いことなどなかった。そして次の日も
俺は関心連合のメンバーとカラオケに行くなどして遊んでいた。いやー、昨日の葛城さんのワンパン KO はすごかったっすね。バチンとかいう聞いたことない音してましたよ。10代だったらあれで確実に意識飛ばしてたから俺も落ちたけどな。何言ってんすか、あんだけ派手に暴れたら反関心連合の奴らもビビってもう声かけてこないですよ。まあそうか、かかってこようがひねってぽいだけどな。その日はただただ楽しく酒を飲むだけだった。関心連合にも俺の実力を再確認してもらい、また信頼が集まったことも嬉しかった。それに久しぶりに大暴れできて正直スカッとしていた。俺は酒をしこたま飲み、そのままタクシーに乗ってキロに着いた。釣りはいらない、取っといてくれ。おら死な、おら今ださっさとやっちまえ。やばい、この人数じゃさすがにどうしようもない。誰か助けてくれ。なめた真似しやがってこの野郎。悪かった、俺が悪かったからもうやめてくれ。謝って済むなら警察はいらねえんだよ。その後、近隣住民の通報でパトカーと救急車が現れた。しかしその時には俺は全身をめった打ちにされ、肋骨なども折れていた。そして、葛城さん、そんな俺は襲われて5日後病院で死んだ。その後も正確な犯人は捕まることはなく、未解決事件になっている。だが俺をやった張本人は分からなくても、誰が裏で糸を引いていたのかは分かっている。私、ヤクザよりも半グレの方が恐ろしいと思うんだけど。確かにヤクザも怖いけど、暴対法なんかで目立った行動もなかなかできないからね。無法者の半グレの方が恐ろしいかもね。でもさ、いくら鍛えてアウトロー最強って言われてても、集団で来られたらどうしようもないものなのね。まさに多勢に無勢だね。私最近護身のためにシステム習いに行ってるんだけど、なんだか意味なさそうね。やめようかしら。奇遇だね、俺もシステム習いに行ってるんだよ。ちょうどいいし、組手の練習しない？いやよ、私まだ男の人と触れ合ったこともないのよ。システムにファーストタッチを許してなるもんですか。ぐにゃー、赤ずきんちゃん、それ本末転倒だよ。